和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ。皆さんこんにちは、和田クス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは、和田クス尾崎由香です。皆さんこんにちは、和田クスエグザイルファンタスティックスからのエグザイルプライドの世界です。この番組はアニメや漫画の企画とクールジャパンを推進するプロデュース集団エクスアーツの代表和田正幸さんが尾崎由香と世界と一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。はい、今週も始まりましたけども、世界さんがねリモートでまた参加をしてくれてます。リモートです。現場の世界さんとか言いたくなった。どうもお元気ですか？元気ですか？こちらはホテルでございます。ホテルでございます。いいよね、なんかねいいですね、時間と空間を超えてね、こういうね収録できるのね。でもこれから多分ライブツアーね、各地全国行くでしょ。だから今日はどこ県です、今日はどこそこの市ですみたいな感じになってくるんですね。確かにまた違うホテルから。山口県なんで、宇部新川が近いんですよ。あ、エヴァ。そうだからエヴァの聖地が近くてですね、安藤監督の行きたいなと思ってます。行きたいなと。宇部新川ね、めっちゃいい街ですよ。宇部新川駅は行ったことあるんですよ、僕も。切符も財布の中に入ってますけど。そうそうそう、すごい。だからなんかちょっと楽しみですね。世界さんぜひね、漁港の方に行ってもらうと、漁師さんたちがあれなんですよ、船から水揚げしたばっかりの生きたお魚売ってくれたりするので。あ、マジっすか？フグ食べたいですね。山口県だからね。山口といえばね。山口行ったことないんですよ。本当に。そう、行ってみたい。結構アニメのイベントとかも結構栄えてますよね。そうそうそう。コスプレのイベントとか結構。土産話をね。土産話っていうか、土産をね。お土産話とお土産をお待ちしております。わかりました。任せてください。ちゃんと持って帰ってください。要求方ですね。ちゃんと持って帰ってくださいね、お土産も。持って帰ります。どうする？生きてる魚とか届いたら。生きてる魚、さばきましょう。さばきましょう。じゃあアニメニュースね、ちょっとお願いします。最近いろいろとね、アミューズメントのねパークみたいな感じのものがね増えていっていて、サンライズワールド横浜がオープンしたり、あとジブリパークもオープンしていますよね。ね、話題になっててね。そうなんですよ。ニュースとかでよく見ますよね。これね、サンライズワールドむっちゃ僕行きたくて、横浜で期間限定なんですね。2023年1月9日まで。行きたいっすね、これね。めっちゃ行きたい。行こう行こう、世界さん行きましょうね。だってもうこれ見て、このイデオンでしょ、ザブングルでしょ、渡るでしょ、ガオガイガーでしょ、カウボーイビバップ、舞姫、ゴーグ、サイバーフォーミュラ、ゴーザウラ、もう言ってるだけでテンション上がる世代は僕だけですかね。あれ、尾崎さんが全部わかるやつだ。わかるかなあ。カウボーイビバップはわかる。わかります。見ました。でもおもちゃとかフィギュア約400点もあるんですね。すごいよね。当時のさ、90年とかなんなら80年代ですよね。だ今週もね、松山社長ゲストに来てもらってるんですけど、松山さんとか僕とかはまさにドンピシャなところかなと思いますけどね。いいな。全然大好物。ありますよね。行きましょう、一緒に行きましょう。みんなで横浜に。ジブリパークはどうですか？ジブリパーク行きたいけどもね、行きたいな。どうなってんねんろう。なんかでもチケットとか大変そうだ気がするけど。ね、取れるんですか？友達がね行ってましたよ。あ、本当に早い。早くもうなんかもう行ってました。写真載ってましたね、インスタに。いいな、写真。羨ましかったな。ようやくね、こういうコロナ禍の中だけどもいろいろ新たな展開というかね。人が集まれるようになってきてるから楽しみですね。はい、ということでちょっともうね、先ほど前回から引き続きということでサイバーコネクト2の松山社長ね、少しお声も入っていただいて嬉しいですよ。むしろ我慢してもらってたんだろうなと思うので、本編でぜひたっぷり喋っていただきたいと思います。お願いします。はい、それでは早速始めていきましょう。和田正幸と尾崎由香と世界のワラクスレディオ。真っ黒クロスケ出ておいで。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ。さてここで本日のゲストの方をご紹介しましょう。サイバーコネクト2社長松山弘さんです。はい、よろしくお願いします。今週も来ちゃいました、松山です。お願いいたします。嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくです。もうね、オープニングからちょっと喋ってもらっちゃって盛り上がっちゃいましたね。高まる話でございましたけど、今週はね、コーナーにも参加いただけるということで、松山さんと一緒にこんなコーナーをやっていきましょう。新非実現ゲーム制作委員会。このコーナーではこの番組からゲーム化しないゲームを立ち上げて行ってしまいます。ここにさまざまな意味のない言葉が入ったボックスがあります。なんと今回ね、なんと松山さんにもワードを入れてもらいました。入れた。いっぱい入ってますよ、今回もね。いつもより多めに入ってますよ。そうなんです。ここからワードを引いていって、出た2つを組み合わせてゲームのコンセプトを決めて、どんなゲームになりそうか、松山さんと一緒に4人で話していきましょう、ではまず和田さんから最初のワードを聞いてみてください。ダンス。ダンスか。なるほど。ワード。そして先週ね話した松山さんもダンスをされている。はい、もう一枚。はい。スタンド。これまた。なるほど。どうでしょう。この感じで、じゃあいかがですか。もう早速これで松山さん考えてくださいってことね。シンキングタイムみたいな。シンキングタイムです。ダンスとスタンド。まあけどパッと考えるとですね、ダンスゲームって結構今のそのゲーム機のテクノロジーって進化してて、カメラがやっぱ今ゲームってあってですね、付属でそのカメラで自分の姿っていうのをゲームの画面の中に出すことできるんですよ。なのでやっぱこう、すみません、スタンドって私が書いたキーワードであるんですけども、やるんだったら、例えばジョジョの奇妙な冒険ってスタンド使いとかいろんなの出てきますけども、ああいうやっぱこう、いわゆるジョジョ立ちって言われてるポージングってあるじゃないですか。あのポージングを音楽に合わせて定期的に決めながらやるっていうのをやっていくとエクササイズにもなって、あの特徴的なポーズも学べてっていうのは一個やれるんじゃないかなと思うんですよね。今スイッチのフィットボクシングの延長で北斗の拳のゲームが出てたりとかして、コントローラー握ってラオウと一緒にエクササイズしたりとかっていうのが出てるんですけども、なんかそういう結構カジュアル向けにやれるようなそういうジョジョのゲームとか出るといいんじゃないかなと思いますよね。面白い。やっぱすごい一味違いますね、このね。一瞬で考えられちゃう。でもジョジョ立ちポーズ大変よ、なかなか。すごいなんか関節おかしいんじゃないのぐらいのところに行くところを決めるわけでしょ。難易度高いですね。で太鼓の達人みたいにめっちゃハードモードになったらむっちゃ早くジョジョ立ちを。まあ結構ね、昔からやっぱダンスゲームってダンスレボリューションとかも含めてやっぱり床の上でぴょんぴょん跳ねながらやるっていうタイプのやつがやっぱ多かったんですけども、今ってやっぱり自分が映ることができるので、とはいえダンスってある一定の訓練をやってないと素人には簡単なステップすればできないんですよ。世界さんはね、これだけやってこられてるので全然。それはね、もうある意味プロですからやれると思いますけども、みんながみんな世界さんみたいに踊れるわけじゃないですからね。難しいですからね。いや難しい。まあ難しいですよ。まあプロですからね、僕は。いやまあそうです。世界さんはよく動画で上がってる画面見ずにさ、ダンスレボリューション後ろ向いて画面見ずにでもステップがマッチリ踏めてるみたいなことやるレベル感ですよね。そうですね。ね。あ、すごい。もうだって僕レベルだともうどのゲームやっても簡単ですもんね。ああやっぱダンスゲームやられてもやっぱりもうこの辺はもう基礎だけでなんか構成されてんなぐらいの感覚なんですか。そうですね。あもうやってんなと思いながらやってます。うわーすごい。言いたいな。うちらからするともうレベル高すぎてもう何がどうなってんのかもうあわビビーで終わっちゃうじゃないですか。いやもうでも楽しいんですよ、やっぱダンスゲーム。結構うまくない人同士で行っちゃうと多分つまんないんですよ。どっちか2人で行ったとしたら、どっちかがうまいと教えながらできるんで、それが一番やっぱ面白い差ではあるかもしれないですね。やっぱできたっていう体験が一番分かりやすいのは割とダンスのいいところではあるので、そうなんですよね。一瞬でできたみたいな部分が結構ダンスは簡単にできたりするので。へえ。はい。教える人が一緒に行く人がうまい、横に指導者がいるといいっていうのは、ね、確かに、うん、その通りかもしれないですね、ね、コーチしてもらうっていう、うん、でこれもうロケに行くフラグ立ってますよね、ね、もう世界さんがいるから私たち行けますよ、いやそうですよ、指導者もうこれ以上ない、これ以上ない指導者、本気で取り組まなきゃ、僕らも画面見ずにできるとゲーム感覚じゃなくても本当に、ね、その時松山さんも来てくださいね、いやもう行きます、ね、ぜひぜひ、たまたま通りかかりますんですごい、あ、たまたま松山さんみたいな、でもやってみたい、 いやでも今のその上昇立ちのポーズって、うん、ダンスのところから見たら世界さん どう思います？その止めなきゃいけないじゃないですか、パチッと、うん、そういうのはできるものなんですか？そっちの方が難しいと思いますね。あ、逆に止める方が、はい、なんかこうゲームになった時にこう多分ランクで判断することになると思うんですけど、うん、この止まり方だと S ランクとか、それで得点が決まっていくのかなっていう感じになるんですけど、うん、なんかそれだと結構精度が高くないと難しくなるじゃないですか、ポージングの、うん、難しいけどできた人は例えば SNS にもシェアできるようになるので、あ、いいですね、それなんか面白いなと思いますね、うん、これどうしよう、非実現なのになんかお二人がいたら実現できそうな気がしてきたんだけど、そうな流れになってきたね、コネクト2で来年発売みたいな、あるんじゃないっていうことを言いながらも、次のちょっと聞きますかね、はい、どんどん引いていきましょう、うんうん、なんか始まり分か、あ、忍者、あ、いいですね、分かりやすいキーワードでございます、はい、もう一個ガサガサ、あ、もう一個なんでしょう、酒、酒、忍者いかがですか？忍者の酒、相性悪いねこれ、こういうの待ってました、いやもう相性悪いので、そもそもね、めっちゃ嬉しそうな顔して忍者ってやっぱこう必ずこう任務があるわけじゃないですか、任務ってある意味お仕事ですよ、上からね指令を受けて誰かを暗殺してこいとかって言われてるわけですけども、酒飲んでる状態でいったらその任務絶対達成できないからね、どうしよう、まあけどね、なんでしょう、こうお酒を愛するそういうこう忍者がいてもいいと思うんですよ。で、任務達成したらうまい酒飲めるからっていう形でこう報酬に持っていくと、ゲームとしてはこう成立させやすくなるのかなと思いますよね。なるほど、うん、で結構こう舞台も日本全国のそのミッションにして、そうするとこう日本全国もお酒って結構それぞれの土地によって名産が違うじゃないですか、こう有名なお酒ってあると思うんで、こう日本全国のこう暗殺家業みたいなことをやりながらも、それで達成するとその現地のうまい酒が飲めるっていうね、ちょっといい話みたいな、そういう忍者のなんかこうゲームやれるといいんちゃうかなっていう。ただし、セローはお酒があるのでおそらく D か Z になります。あー、そっかそっか、はい、D ってことは何歳ぐらい？17歳。あ、はい。もしくは18歳が Z ですね。はい。お酒を、飲む、もしくはお酒が登場する、これによってもレーティングがあるんですよ。そうなんですね。で、未成年が酒を飲んでいるはこれ NG なんですよ。ああ、明確にも NG だから。あと未成年の喫煙も表現することは NG なんですよ。だから作中に大人のキャラクターがいて、例えばかっこいい刑事とかが、タバコ吸ってるとか、酒グビッと飲んでるとかっていうのは一応通るんですけども、じゃあそれ子供たちに見せていいのっていう話になってくると、やっぱりこう12歳とか15歳はダメだよねみたいな観点でやっぱ審査が行われますんで、なかなかちょっとね、実はこうお酒とタバコ、こっち系は結構ゲーム制作においては鬼門なんですよね。ちょっと横にそれちゃいますけど、そのノーヘルでバイクとかって乗るのはゲームは OK なんですか、アウトなんですか？これはモラルの問題なのと、はい、あと結構ですね、ゲームってファンタジー世界多いじゃないですか、はい、ファンタジー世界が多いんで、この世界では OK なんですっていうルールになってれば大丈夫なんですよ。なるほど。まあ、そもそも空飛んでるようなこう、はい、なんでしょう、こう兵器が出てきたりとかするじゃないですか、まあ、例えばアイアンマンとかもね、もう手のひらで飛んでるようなところあるわけですから、いやあれは法律違反だって誰も言わないじゃないですかだからそれと一緒で、嘘レベルがちゃんとこう誰が見てもこんな世界ないよねと、信じる人いないよねっていう前提だったら OK です。そうなんですよ。じゃあお酒とタバコよりはちょっとまあ緩いというか、破天荒なことほど OK が出やすいです。面白い。庶民的に地味なことほど結構うるさく言われるんですよ。じゃあこの忍者と酒だったらね、もうレーティングが上なんだったら、この際もうむちゃくちゃ血まみれの残虐表現のブシャーブショーみたいなやつをやっても面白いかもしれないですね。まあそうですね。ただ売り場は減ります。あ、そうですね。 Z 指定とかになるとですね、もう分かりやすく、まあ、ちょっとお店の名前言っちゃあれかもしれないですけども、トイザラスとかではまあ扱ってくれなくなるんですよ。おー、そうか。ダメなんです。あれファミリー向けじゃないですか、はい、なので、そういういわゆる地方のショッピングモールとかにもゲームショップってあるじゃないですか、はい、ああいったところって要するに週末にみんなファミリーが車で来て、お買い物ついでに子供になんかおもちゃ買ってあげたり、ゲーム買ってあげたりってする流れの中で、そこにそういう作品があっていいのと、なんか子供たちと家族で来てんのにめちゃめちゃセクシーなパッケージとか血みどろのパッケージとかがあると、まず売れないんですよ。なんで扱うお店が極端に減るので、結構これはやっぱ血みどろブシャーとかセクシーとかっていうのはとんがりやすいですけど、売り場減るけどいいですかっていうこのジレンマは必ずやっぱ商品としてあるんですよね。もうためになりすぎてちょっとなんというか大丈夫でしょうか。現なのに結構現実味はある。いや、もうでも実現させるために頑張っちゃうからね、こっちね、クリエイターなんで。じゃあもう一個いきましょう。聞きたい。はい。柱ですね。はいはい。骸骨。おお、またちょっと骸骨と柱、面白い組み合わせになりましたが、いかがですか？骸骨と柱、なるほど。まあけど普通にやると、例えばですよ、地獄ってあるじゃないですか、はい、で地獄に落ちたかつてのいわゆる亡者ですよね、が生き返るためにその地獄とこう地上につながっている柱を延々と登っていきながら、まあ、敵倒して登っていってたどり着くと生き返ることができるから頑張れっていうようなゲームは結構作りやすいかなと思うんですよ。確かに確かに。でこれ、まあ、さっきの話の続きになっちゃうんですけど、骸骨って実在するかって言われると、まあ骨はありますけど、骸骨がこう喋ったり動いたりっていうのって現実問題、子供が見てもまずないじゃないですか。そうですね。だからこの場合は腕がバギーンって壊れても足がバリーンって壊れても OK なんですよ。そうなんだ。けどこれが生身の人間だったら、まあ例えばアニメとかだったら大丈夫ですけど、こう腕がブチって切れたりとかってよく漫画とかアニメではあるじゃないですか。あれゲームダメなんですよ。え、そうなんですね。ダメなんですね。ダメなんです。まあ、いわゆる四肢の劣断っていう言い方をされるんですけども、腕切ったり足切ったりっていうのを、実際の作中の中で表現するっていうのは、基本的にダメで、これが、明らかに見た目がモンスターとか、明らかに見た目が宇宙人とか、でバーンって打ったり切ったりとかすると明らかに血液が赤じゃなくて緑とか、こういうのだったら誰が見てもあ、これ人じゃないですよねっていうことで、OK なんですけども。自分って大体人間じゃないですか、そっち側は基本的にやっちゃダメなんです。これゲームが過度に何でしょう、昔から気をつけているある意味の倫理ですね。ね、映画表現とかアニメだったら結構あるじゃないですか。結構あるじゃないですか。ありますけど、ゲームは残念ながらダメなんですよ。だから途中でね、有名なアニメ作品なんかでも、漫画原作で片腕ないキャラクターって出てきてるけど、アニメになった時になぜかよく見ると義手になってるとか、まあもしくはね、有名な海賊のキャラクターみたいに左腕ないはずなんだけどもマントで隠しててあるのかないのか分かんないようにしてるっていう、まあけど一応ない体になってるっていうことって多いですけども、やっぱその姿をはっきり見せないのはなんでかっていうと、そのアニメがやがてゲーム化した時にちゃんと商品ができるように義手にしたりとか、最初から隠してたりとかっていう、これをみんなやっぱ大人たちが配慮して今ビジネスやってるんです。知らなかったね。キャラクター設定までね、影響してるっていう。そうか、面白い。意外とゲームは厳しいというお話でございました。これ3つもゲーム実現しちゃうんじゃないでしょうか。すみません、貴重なお話でした。ありがとうございました。以上、新非実現ゲーム制作委員会でした。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ。和田クス七色セリフオーディション。ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして、架空のアニメの架空セリフでオーディションにチャレンジしてもらいます。最終的に合格した学生さんには、和田さんが社長を務める X アーツのグループ会社が手掛ける作品への出演権がプレゼントされます。ではまず11月のテーマセリフを発表します。11月の女性用セリフはこちら。よかったらこれを飲んでみてとなります、ではここで最初の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。皆さんこんにちは、ダックス。総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ大阪校、いたずら大好きなサックス奏者田中真奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またワダックスと今週も言ってくれてありがたい、サービス精神ねえ。そんなじゃあ田中さんにもまずは演出を入れずに読んでいただきたいと思います。どうぞ。よかったらこれを飲んでみて。おー、なんかいいね。なんかちょっと CM みたいな感じしました、飲んでみて面白いね。なんか意図を聞きましょう。どういう感じなのか、ちょっとまあファンタジー系の世界で、年齢不詳のちょっとちっちゃい小柄な博士みたいなこのイメージで、その人が主人公に薬をこう元気よくこれを飲めみたいな感じで渡すシーンを想像してやりました。絶対危ない予感がするぞ。危なかった飲みそうになったねえ飲んじゃったらどうなるんだろうね。危なかった。じゃあ和田さんにも演出を入れていただきたいと思います。いや、なかなかのでも設定とね、世界観、そうそう、見事でしたね、ちょっとこんな方向でいきましょうか。彼氏のために初めてお味噌汁を作ったんですね。で、うまくできてるかな、どうかなってちょっと不安なんですよ。そういう状況で一言という、その、少しね、おずおずした感じというかね、そんな感じでやってもらえると嬉しいです。はい、わかりました。ではお願いいたします。よかったらこれを飲んでみて。あら可愛い。甘酸っぱい。甘酸っぱい。いいですね。ね。可愛い感じ。めっちゃ味噌汁酸っぱかったらどうしようかね。そっちか。間違えてお酢入れたよって。ああ、でもちゃんと飲み切りそう。なんか彼氏もね。飲んでくれそうです。確かに甘酸っぱい話になりそう。この彼氏彼女はそんな感じするね。うん。可愛い感じのストーリーになりそう。ということで田中さんありがとうございました。ありがとうございました。では続いて2人目の学生さんにご登場いただきましょう。まずは自己紹介お願いします。はい、ワダックスラジオをご覧の皆さんこんにちは、ワダックス。総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジ札幌校、夢は全国の桜餅を食べ回ること、一ノ関里奈です。お願いいたします。よろしくお願いします。桜餅大好きではまずはこちらも演出を入れずに読んでいただきたいと思います。どうぞ。はい、よかったらこれを飲んでみて。お、またなんかちょっと違う、このなんだろう、なんだこのちょっとこのゾクゾクとする感じ。これどんな世界観を想像して？これは科学部の女の子が好きな男の子のために自作の惚れ薬を作って、こう誰もいない教室で渡すっていうシーンです。悪い子だ。悪い子やな。悪い子だ。ね、ふっつってこうね、試験官とかでこうやってできたぜこれ薬。そういう怪しさがあったんですね、やっぱり。ちょっと確かにちょっと白衣着てる感あったね。あった。では今回演出を入れていきます。私がじゃあちょっと怖かったので、今度は優しめに。受験にですね、失敗して落ち込んでいる息子がいます。そんな息子にそっとスープを差し出す母親、ちょっとね年齢を上げてやってみたいと思います。大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。それではお願いいたします。よかったらこれを飲んでみて。ああ、母だ。お母さんお母さんあ、全然違う温かさがありましたね。包み込むようなねお声で、あったかそうなスープ出てきた。あったかそうですね。いいね。優しさが感じられました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで田中さん、一ノ関さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このコーナーで使用する男女別のセリフなども募集しています。どんどん送ってきてください。ということで以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、そろそろおしまいの時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはwadx@joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでwadxです。そして番組公式 YouTube wadxチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のおまけは松山さんにゲーム制作のお話をお聞きしたいと思います。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。はいはい、そしてね、松山さんせっかくゲストで来てくださってるので、リスナーさんプレゼントってことで、ジギーズのサイン色紙を1名様にプレゼントさせていただきますと、詳細は番組の公式ツイッターを見て、要チェックしてみてください。お願いします。さてここでお知らせです。まず私から12月10日に原宿ストラバカフェにてピュアリなイベントを開催します。チケット一般発売中です。よろしくお願いします。そして和田さん。はい、僕は先週お話したメニューの、アイドルマスターシンデレラガールズのコラボやってますので、ぜひとも、これを機にね、美味しいご飯頼んでみてください。お願いします。そして世界さんありますか。はい、僕も先週ですねと同じく11月25日にセンスラーの劇場版転生したらスライムだったっけグレンの絆編が公開されますので、ぜひ、ご覧ください。はい、お願いします。そして松山さんは。はい、ちょっと大阪の話になっちゃうんですけども、実は今年、ドットアックプロジェクトが20周年おめでとうございます。はい、ありがとうございます。で夏にはね東京でも展示会の方を、やらせていただいたんですけど、今現在ちょうど大阪の方で、20周年展というのが、開催中でして、11月の5日から、11月の後半まで、まさに今やってる最中ですので、もし大阪、行かれる方いらっしゃればですね、足運んでいただけると嬉しいなと。大阪行きます僕。あ、そうですか。寄ります寄ります。安倍のハルカスってあるじゃないですか。あのところでやってますんで、はい行きます。はい、私もちょこちょこサイン会で訪れますんで、はいよかったら皆さん遊びに来てください。ぜひともお願いいたします。でね、2週にわたってね松山さん来てくださって、お話でも本当話足りないですよね。足りないですね。いや足りないですよね。はい、まあいくらでも話しちゃいますからね。乗ってきたなと思ったらね、お時間です。まあまあそれが大事ですからね。しかし本当ね語り口が見事で。ギョギョ飛んできててね、リスナーの良さはどっからいっぱい喋ってきてますからね。売らなきゃいけないもんいっぱいありますから。数ですね、経験値と素晴らしいです。素晴らしい。勉強になることばっかりです。透明感のある今オナピアちゃんがキラキラとコメントをくれた。いやもう。これ世界さんがここスタジオにいたらツッコミがまだバーンって入ってたかもしれない。今リモートのねならではですけども、この後もおまけでね、ぜひね。話していただきますのでよろしくお願いします。ということでここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界と松山弘でした。ありがとうございました。この番組は株式会社エクスアーツと総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。